どうもどうもプラビットの盾とアルヒトとトゥトゥです。普段はメジャーデビューもしているバンドマンですが、今回は実際に水没して水の中に埋まってしまった都市と、今後この研究結果から水没する可能性がある都市をお話ししていきたいと思います。え、世界でだよね。世界単位で、ちなみに日本も含まれておりますので最後まで見てください。地球温暖化による水面上昇や異常気象などが多発する昨今では、都市の水没が深刻な環境問題として取り上げられることがあります。高度に発展した文明でも水中で生きることができない以上、水没してしまえばおしまいです。過去にどうしようもない事情で水没してしまった都市が遺跡という形で残されている場合があります。で、その姿は美しく歴史的な価値があると同様に、私たちに悲劇的な未来の姿を見せているようにも感じられます。ということで、今回は現実に水没してしまったっていう都市と、水没しそうな都市、する可能性がある都市を紹介したいと思います。はい、神秘的としか今まで思ってなかったけど、そう今までそこに人がいたって考えるとめっちゃ怖いね。恐ろしいね。すごい。まず一つ目、アレクサンドリア。エジプトの都市アレクサンドリアの歴史は、紀元前332年にマケドニアのアレクサンドロス大王が都市を建設したとこにまで遡ります。アレクサンドロス大王の死後もオリエントの中心都市として繁栄し、世界の結び目と呼ばれていました。そんなアレクサンドリアですが、8世紀頃までに地震や海面上昇が相次ぐことで、都市の一部が水没してしまっています。水没した部分には1世紀の女王クレオパトラの宮殿など古代都市が建設されており、1992年以降発掘が進むまで海の中に眠っていた。で、ここが沈んだ理由、さっき地震とかあったんですが、その他にもナイル川の構成するデルタ三角州ってものがあって、そこに位置していて海抜が低かったために古代都市が水没したと考えられる。で、これだから幻想的なもので、まずすごいよね、これが海の中にあるって。そうなの、もともと陸だったってことでしょ。もともと陸だった。続きまして、与那国島海底地形。ジャパンや。はい、ジャパンです。1986年、八重山諸島を構成する島の一つ与那国島の南部の海底で、地元のダイバーである方が巨大な一枚岩を発見しました。一枚岩は東西におよそ250メートル、東北におよそ150メートル、高さ25メートルに及ぶもので、階段やメインテラス、通路など人の手によるものに見える加工が施されていたと。で、この一枚岩のことを与那国島海底地形と呼んでいるんですが、作られたのはおよそ2000年から3000年前のことだと言われていて、もともとここに人が住んでいたからこういう地形になってるんじゃないかっていう説もあるんですけど、これもう一個ちょっと別視点での怖い話が、地形変化によって自然にできたんじゃないかっていう意見が今主流らしいんですよ。いや完全に言ってるよ。そう、人間の手施してるぞ、それは。今でもその勝手になったっていう意見のが主流らしくて、で、今どちらか分からず議論されているらしいんですけれども、まあ、一応これも海底に沈んでいる都市と、まあ、主張する意見もあるので、そこに入れさせてもらってます。はい、次が最後の沈んでる都市ですね。ポートロイヤル。ポートロイヤルは17世紀ジャマイカにあった港町です。これ何が怖いかっていうと、1962年6月7日に起きた地震によって、ポートロイヤルは町の3分の2が海の底に沈んでしまいました。え、結構最近。そうなんです。しかも地震によって沈むイコールもう僕らの身近な話になってきたわけです。なので、こっから今後沈む可能性がある都市を発表していきたいと思います。まず一つ目、これは海外ですが、ベネツィア。ベネツィアはイタリア北東部にある都市で、中世にはベネツィア共和国の首都として栄えました。まあ、これ写真見てもらったらわかるけど、もうすでに、そう水の町なんですよ。まあ、ラグーナというこの水の上に土台を作って築かれた都市なわけですね。移動船なんだよね。そうだね、だからタクシーみたいなのが、バスみたいな感じで、そう船で、おっしゃ。で、これ何が危ないかっていうと、ベネチアではシロッコと呼ばれるアドリア海の東南から吹く風があると。で、これが大潮や低気圧といった他の要因と重なることで、アクアマルタと呼ばれる異常な潮の上昇を引き起こし、ベネチアの街まで水没させてしまう可能性があると。一番ヤバい地域でいうと、このサンマルクっていう広場があるんですけれども、はい、ここはこのさっき言ったアクアマルタが発生することで 100% 水没すると言われてるわけです。やばいね。で、このアクアマルタは地球温暖化の影響でだんだん水位を増してて、このただでさえヤバいこの水上昇が温暖化でどんどん上がってるから、いずれベネチア全土を水没させる可能性があるということですね。多分風が全ての要因となって街を沈める可能性があるって話なんです。次がラストです。はい、そして日本のお話、東京。広くない？はい、ゆりこタウンじゃん。ゆりこタウンじゃん。
日本の首都東京は水没の危険性が非常に高い都市だと言われています。徳川幕府は江戸の町を開発するために現在の日比谷にあたる場所に入り江を埋め立て土地を作りました。東京湾は浅瀬が多く土砂を持ち込むことも容易だったため現在に至るまで幾度となく埋め立てられ東京は拡大していっていると。でそれによって何が起きてるかっていうと1910年には梅雨前線と2つの台風が重なった明治43年の大水害が発生し当時の東京府だけで150万人が被害を受けて死者も769人を数えていると。要するにこれそもそも埋め立ててってるから水に弱い都市であるっていうのがこの数字でわかるわけです。はい、豊洲とかそうだもん。そうでさらに1917年には台風と満ち潮が重なったことで大正6年の高潮災害、まあ、これ大津波と呼ばれる大規模の高潮が発生し今言った月島とか築地品川が水没し563人の死者を出したっていう過去もあるぐらいなんです。現代では工場の稼働により地下水を過剰に汲み上げたために地盤沈下が発生し一層海抜が下がっていると。そのため以前よりも水害のリスクが高まっていると言われているわけです。でこれを踏まえて2018年8月22日には荒川の地域にある江戸川区、墨田区、江東区、足立区、葛飾区の5つの区域が荒川と江戸川が氾濫した際の水没する地域ですよっていう構成の中に入れられて沈みますっていうマップまで公開されてると。でもし荒川と江戸川が巨大台風などによって水没した場合ごく総計260万人のうち250万人が浸水被害を受け最も水没するところでなんと5メートル、長いところでは最大2週間も水没が続く可能性があるっていう計算が出ているらしいです。この前あったよ、あった荒川で。あの俺地元埼玉で、うん、あの土手の下公園だけど、はいはいはい、ここまで来てたもん。だからもしそれが台風とかでもっと行って漏れて水没した場合5メートル以上の水に浸かっている状態が2週間ですよ。いやマジでなると思う。ということで以上が実際に水没している地域と今後水没しそうな地域のお話でした、はい、日本って結構だからやばいんですよね。めちゃくちゃ台風来るんですよ。だから台風ってもう慣れちゃってるじゃん。もう子供の頃からずっと台風は来るものだってけどそれが脅威と考えて備えておく必要があるっていう話ですね。なんかもう日本全体をさドームで囲っちゃダメなけど日本自体を浮かせないとドームの中に水入ってきますよね。海抜が上がれば上がるほどドームの中の水も上がるから不圧化するしかないんすよね。なんか下に引いてさそう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 。なんでみんなでキュッキュッ。やばい。水があるからこそ工場でできることもあるわけやし、うん、っていうのでね水は切っても切れないけれどもそれによって沈む可能性がある、うん、まあということで今後も僕たちはこのようなもう本当ためになる情報をお届けしますので、はい、ぜひともチャンネル登録と高評価そして通知ボタンをよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。I'm not afraid to die.